はようございます。任天堂 DS 版ブレイブストーリー、この記憶とのデザインパート4の解明ではルビシ。目指す。どうして吹くのかな違う。これが見えたところでって話だね。うん。やっぱり何か書いてある。きっとこの文字がヒントになってるんだよ。登れ。どうしたの？階段が抜け落ちた。ギギ。くせそうな感じでもなかったのに変だな。罠なのかな。その辺にヒントがあるかもしれない。ちょっと調べてみよう。これがヒントなんだろうな。あ、そういうことか。火じゃなくて。順番に見つける、ここでいいのかな。ああいう書きかけ子とかで、どんどんなんか増えていくとか変わっていくとかあれば、こう、見れる。これ、K やろ。この、下段の真ん中。で、V がこうやろ。ここっしょ。5。で、上に1個。上に1個これか、これか。ん？こう、2、K。んで？ちょっと。三角、三角にトゥンって、三角にトゥンってなってるんですよ。三角トゥン。これ、ギーっぽいな。じゃ、キーか。あと、キーか。危険。あ、2段目と5段目と9段目が危険ってこと？し、6、7、8。259なのかちょっと分からへんね。259は危険。その次は1、3、4、6、7、8、10。あ、そういうことか。なかなか、なかなか大変だな。よし、じゃあこれね、次は、チェック。で、こう、しかも、外扉だって、閉じ込められてるよね、中の人。ヒビ入ってるな。
観点。あ、ブロック。叩い、ブロックってか叩くべきとこと、そうでないとこもあるのかな。全然関係ないか。ちょっといまいち分からへんかったけど、まあ、境目の切れ目のとこを狙っていくとよかったのかな。試されてる。何これ。ニンニクかな。ちょっと見てみようかな。あ、そういうことか。で、これで、赤を決め先白くで、そういうこと。ちょっと待ってよ。もちょっと文字表みたいなの見なあかんね。キーマスにシドクリアと思う。いやけど、そういう話じゃないのかな。あれ？反応しない。別に覚えられてるとかも順番見えてるしな、ね、楽しいもんな、ね、どういうことなの。総量戦、総当たり。おい、これぞ勇気、勇気のプレイ。おい、紫、赤、勇気と知恵と力と、なんかそんなが試されてるね。Thank you.
いい感じ。いいね。いいね。よっしゃ、いた。さっさ、そんなとこ油を売ってられへんので、ね、さっさ、さっさ、進んでいくか。壊れた。なんとかして取り出す。ボールを溶かせばいい。ちょっと隅ならありますけど。あ、虫眼鏡。息を吹き込む。そういうことか。そういうことか。今ヒントなかったら一生分からへんかった。はぁ、なお難しい。つうか、まあ、まあ、そういうことやね。まあ、そうやね。確かに日が息吹き込んだらね、バーってまた燃えるっちゅうか。まあ、そうね。そうですね。この能力は君のだね。これで二つ目。あと三つか。ん？足元に何か落ちてる。これは本のページ。それは何だい？ああ、美女の人は国を集めるって言うと、国を集めればなくした記憶を取り戻せるらしい。記憶ないよ。お互い気にすることない。これは僕のものだ。どこでこれがありますよ。俺はこの情報を集めないと大きな町に行ってみよう。ウィースの町、あそこが一番大きな町だから。第4章、勇気の旅、罠。攻撃、そうね、こんだけでかかった情報、攻撃、まあ、あれやろね、ということで時間いくので、今日はこの辺でありがとうございました。お疲れ様でした。これなんか映えます。なんかやっていくから、次回、スタート早々に開始させるイベントが一切気がする。じゃあ。